16時頃の話なんだ。夜できることやったからね、夜するって755で言った。あ、そう、カヌレ、ツイッター、ツイートしようと思ってたの忘れてた。インディツしようと思ってたの。ちょっと携帯、ちょっとツイッター入ってないから。後でしんよう。あ、でも遅くなっちゃうか。明日するか。明日しよう。忘れてた。うん、後でしようと思ってた。忘れてた。いろいろしてた。カヌレお酒入り、でも大体のカヌレはねお酒入ってるんだけど、でお菓子って入ってるじゃん、お酒風味付けでね、そのなんていうの、風味付けで入ってるじゃん。大体のお菓子、普通のケーキとかも、え、他のなんだっけ、なんかしっかり入ってるやつもあるけど、風味付けでじゃなくて、なんだっけ、なんかあるよね。名前忘れちゃった。なんとかボンボンみたいなやつ。なんかあるけど、風味付けで入ってるじゃん。普通のカヌレも入ってるんだよね。ヒゲアリさんで普通に売ってる通常のプレーンのカヌレは他のカヌレに比べてちょっとだけラム酒の量が多いらしいんだけど、それよりもうちょっと増やしてもらったから、どっちも今回限定のカヌレ。ウイスキーボンボンさん、それ出てこなかった。なんだろうと思って。ラム酒はね、どのカヌレでも大体入ってるね、どこのお店でも。なんかどのぐらいの量調整、なんか量とか変わったりするけど、風味付けでどのお店も入ってる。なんか量とか種類が変わったりするかもだけど、でもちょっと多めに入れてもらって、今回すごいね、ラム酒の香りがすごいするの。私ラム酒って飲んだことないからわかんないけど、ラム酒の風味がするお菓子が好きで、ラム酒は飲んだことないからわかんない。ラム酒飲んだことないかわかんない、私ラム酒自体が好きかは。でもお菓子に入ってるラム酒の風味が好き、ラム酒の香りがするやつ、カヌレとか生チョコとか。実際飲んだことはないラム酒。多めのラム酒、アルコールが強いなって感じるんじゃ、感じじゃなくて、カヌレしっかりラム酒の香りがするってだけ。そんなにね、なんかめっちゃアルコール感じるなってことはないと思うけどな。生チョコも入ってるね、ラム酒とかなんブランデーとか風味付けで入れる、入れないお店もあるだろうけど、それ入れた方がなんか私は好き。ラム酒とか入ってる方が風味がいい。え、ラム酒自体は飲んだことない私。お菓子用のリキュールは持ってるけど、ラム酒持ってるけど、お菓子作り用でお家にあるけど、ラムダークはあるけど、ラム酒は飲んだことない。お酒、ラムコークとかですか。ラム酒飲んだ、ラムコーク、ラムコーク飲んだことない。それなんか飲んだことない、そういうやつも。ラム酒はね飲んだことないけど、お菓子に入ってるラム酒の風味が好き。飲んだことはないですね。ぜひ皆さん
ゲットしてください。めっちゃ美味しいカヌレ、めちゃくちゃ美味しい。ライチの方も美味しい。ライチとほうじ茶、ライチのカヌレも食べたことなかったけどめっちゃ美味しい。ぜひ両方入ってる。食して食してこういう感じ。そのラム酒多めにとかしてほしいとか、その味のなんていうん、意見とか出して最後出来上がったから食したよ。もしかしてけどお酒入ってる、いやね、お酒の感じはしないよ。なんていうの、匂いとかこう味が若干こうラム酒のなんて感じで加わるだけで、アルコール感はない。そんな、でもお菓子でよくあるじゃん、ラム酒とかブランデーとか洋酒入ってるお菓子。ああいう感じ、そういうのってさ、よっぽど入ってないとさアルコール感じないでしょ、飛んでるから。そういう感じ、風味がするぐらいで。こんな感じ、ちょっと多めには入ってるけど、ラム酒そんなめっちゃお酒が苦手な人、なんかもうお菓子に入って、普通のお菓子に入ってるのすらダメみたいな人はちょっとあれかもだけど、そこまで苦手じゃない限り大丈夫だと思う。でカヌレだから、生チョコだったら、生チョコはさ焼かないからそっちの方があれかも、あのアルコールがそんな飛ばないからさ、その分焼いてないからアルコール残るから。でもそんなたくさん入れないから大丈夫なんだけど、そんな酔うほどじゃないけど、生チョコだったらあれかもだけど、カヌレは焼くからさ飛んでると思うんだよな、結構いっぱい入ってても。そんなアルコール感じない。カヌレは北手にあげる。確かに北手は美味しい。いやでも焼きたてよりちょっと時間経ったと思うし、本当に焼きたてはね生地が柔らかいんだよねちょっと時間空いた方が美味しいんだ。かなり外がカリカリになる。本当に焼きたてオーブンから出してすぐとかはね柔らかい冷蔵庫ってさ、冷蔵庫とかに入れて保管し、なんか、冷蔵庫とかに入れて、なんて入れてるとさ、自分で作ったカヌレとかちょっと弱くなっちゃうんだよね、周りの生地が、外のカリカリの部分が。そう、冷蔵庫内って湿度が高いから、なんだけどティディアーリーさんのカヌレ冷蔵庫に持って帰ってさ、冷蔵庫に入れてたのね。でもそれでも外カリカリなの、すごいよね。自分で作ったやつが柔らかくなっちゃうんだけどさ、ちょっと常温じゃあれだからいつも冷蔵庫入れるんだけど、
店すぐ分かるといいけど、場所なんて言ったらいいかな。でも多分分かるはずその海運のところを巡ってたら、な、歩いてたら多分分かると思う。カヌレってカリカリ、そう、外側がカリカリで中がもちもちみたいな感じ。カヌレ美味しい。ぜひ皆さんゲットしてください。あとなんかシールだっけ、ステッカーが、ランダムだけどステッカーもらえるみたいな書いてあったよね。なので私のステッカーもぜひゲットしてください。カヌレ食べたい、私も食べたい。最近食べてない、それを試食してから食べてない、自分でも作ってないし食べたい。カヌレ後だよね。いつからだっけ、 25?7? どっちだっけ、そこら辺だよね来週27からか、1週間後。ぜひ本当にサイン、放送にサインはありますか。さあどうでしょう、どうでしょう彼女日持ちはそんなしない、2日とかかな、2日持ったかな、そんぐらい。でも冷蔵庫で入れてそのぐらい、そんな気持ちいいなはず。1日か2日ぐらい。でもその日か当日か、次の日までには食べた方がいい多分。そんなに持たないと思う。そういう普通だったら友人にもお裾分けする、どうでしょうでも今回だって他のメンバーとかのさ、なんか今回限定のパッケージとかも、放送パッケージあったりするし、普通かもしれないし、どうでしょう。うん、888日、ゾロ目もし好きだから期待大、楽しみにしてて。でも本当に美味しい、どっちも。楽しみにしててください。そのね、888次は8888、いつになるの8000日後って、何年後
何年後 ?8000 日って値段は1000円だよね。出てたよね確か。1000円だ。20年マジか長いな値段出てます。税込み1080円だって。1080円。2個で両方セットで。そうカヌレはね1個1個がちょっといいお値段しちゃうからちょっとお高いけど。普通の今回のそのコラボのカヌレ以外普通のカヌレでも1個400円とかそんぐらいする。食べたことない人もぜひ。甘いの好きな人は絶対好きだね。これね2種類何が楽しめ。そう1個ずつ入ってる。あのラム酒多めのプレーンのカヌレとほうじ茶ドライチのカヌレ。ネットでは買えないはず。多分食べたことない。ぜひ今回初カヌレ。ぜひ。私ねカヌレプレーンが一番好きで、いろんな味あるけど、なチョコとかさ抹茶とか。いろいろあるじゃん。プレーンが一番好きでさって言ったらね、プレーンとライチのそう2個セットになった多分最初はねライチだけだったと思うんだけど、ライチとライチ2個、ライチとライチで。うんプレーンうん、一番好きなんだよなカヌレ。なんか他の味じゃないやつ。ほうじ茶ドライチもめちゃくちゃ美味しいけど、プレーンも美味しい。プレーンっていうかそのラム酒いっぱいの方。認定制からマスターまで5日で行きました。すごいな。私まだプラチナ3 早いね、すごっ。めちゃうまい。カヌレね、カスタードとか好きな人は好きだと思う。カスタードクリーム、ちょっと近い味がなんか感じ。あと材料も似てるし、カスタードと。プレーンの味がそんな感じ、近い味、カスタード近い感じ。
冷えてた方が美味しい。焼きたても美味しいけど、本当出来上がった直後とかよりもちょっと温かいのも美味しいよ。冷えてても美味しいけど、でもなんかもうオーブンから出した直後みたいなやつだとちょっと生地悪く、でもその状態では多分売ってるのないと思うけど作ってないとあれだろうけど、食べる機会なさそう。ならプリン食べるってならない？カヌレ食べれる？え、カスタードみたいな味って言ったけど違うからね。プリンとカヌレはもう食感が全く違う。でプリンはラム酒入れないからね。あれはうん違う、ちょっと違う。カヌレは外が、うん、カリッてしてて中がもちもちなのがいい。食感が全然違う。カヌレパンじゃないね。全然違う。ラム酒好きな、お菓子のラム酒の風味が好き。ラム酒お酒自体は飲んだことないからわかんないけど、風味が好き。お菓子であるじゃん、よくラム酒の風味がするやつ、ああいうのが好き。だから自分で作る時もラム酒絶対入れる。お酒は飲んだことないからわかんないラム酒が好きなのって言われるけど、わかんない。ラム酒の風味が好き、お菓子の。お酒の飲んだことはない。生カヌレも好きだよ。生カヌレ、生カヌレはあれ、プレーンのカヌレに生クリームが入ったやつ好きだよ。ラムシェリーのチョコは生チョコしか食べたことないけど、自分で作る生チョコラム酒入れるから、あ、お嬢さんありがとう。それは好きだよ。でそんなたくさん入れない、いい感じの量13位からランキング読みます。13位、あきひこさんありがとうございます。12位、まぼろしさんありがとうございます。11位、香港なるまとマーク強化おしさんありがとうございます。10位バトニーさんありがとうございます。9位マルさんありがとうございます。8位カザットマーク許可タムズさんありがとうございます。次7位ハッピーサッピーさんありがとうございます。6位ナオトさんありがとうございます。5位わたあめさんありがとうございます。あ、4位 TD にゃんほそさんありがとうございます。3位大野たかふみさんありがとうございます。2位えほうさんありがとうございます。そして1位がフロマンさんありがとうございます。ありがとうありがとうございました。ありがとうありがとうございました。ありがとう。
明日の配信は、明日はちょっと夜できないから、明日夜、微妙なんだよね、できるかもしれないけど分かんないから、ちょっと明日になってみないと分かんないから、明日お昼ぐらいかな、お昼ぐらい、お昼何時ぐらいだろう、12時とかそこら辺、12時13時とかそこら辺で多分する。夜もしできそうだったらするけど、ちょっとわかんない、明日になってみないと微妙。なんでお昼あります、お昼12時か13時とかそこら辺でやると思う、多分また明日いますね。TikTok、 あ、そう、チーム B でCM 撮影した時に TikTok 撮って、それが公式の TikTok 載ってるはずなんで、載ってるんでぜひ見てください。 AKB の公式のアカウントに載ってる。明日する時間分かったら言いますね。お昼にするって多分12時か13時ぐらい。夜はできそうだったらするけど分かんないから、またそれも明日言います。でもない可能性の方が高いかも、明日夜はできそうだったらでかな。じゃあそろそろ時間なので、ありがとうございました。また明日の配信で、おやすみなさい。バイバイ。また明日。バイバイ。おやすみ。またね。おやすみ。バイバイ。おやすみ。長い切れない切れないよだってこれ自分で切らなきゃいけないパターン、でもみんな切れてない、あれ自分できるかじゃあバイバイ、ありがとうございました。また明日の配信で、バイバイ、おやすみなさい。またね、ありがとう。